山本五郎作、城を守る者一甲の春信と槍を合わせることをすでに見たみ一度は我がたちをもって春信を父に追い詰めながら今人落ちを潜んじて惜しくも逃した上杉テルトラは軽々たる相棒で 一座を見回しながら大きく組んだ鎧ひたたれの膝を旗と扇で打っただがこの度こそは勝敗を決しなければならん打ち続く合戦で民の力は衰え兵もまた疲れたいたずらに甲斐との退陣を長引かす時は思わぬ災いが足元から起こると見なければならん 良くも悪くもこの度こそは決戦の時だこの度こそは勝敗を決するのだ彼の声は館の私癖を震わして響き渡った光司3年7月越後の国春日山の城中では今領主上杉謙信を主座として信濃へ出陣の軍議が開かれていた 集まっているのは上杉の四家老長尾越前正影石川備後為元斉藤下輔友信千坂津島清種をはじめ二十五将と呼ばれる旗本医役の人々であった上杉と武田との学習についてここに詳しく記すようはあるまい川中島合戦といわれる両家の争いは 天文二十二年から永禄七年まで十年余日にわたって繰り返されたものであるがこの時はその四度目の河川に当面していたのであるそればこの度は全軍進発と決めたテルトラは続けて言ったルシロの番は1人平は500はあげて の出陣をする。したがって留守白番に誰を置くかということは申し上げます突然声を上げて石川ビンゴが座を進めた王勢仲間ながら私は信濃へお供をつかまつりまするぞ留守番役は固くお断り申します越前メも留守役はごめんをこむります 長尾越前が遅れじと言った。するとそれに続いてレッサの人々が我も我もと出陣の友を主張し留守城番を断ると言い出したもっともよかれあしかれ決戦と決めた戦である誰にしてもこの合戦に遅れることはできないに違いないみんな肩肘を張って かんかんとののしり叫んだテルトラは黙っていたいつまでも黙っていいのでやがて人々はだんだんと静まりついにはみんなひっそりと音を潜めたそこでテルトラは改めて一座を見回しよく通る澄んだ声で言った「俺から名はささぬ。 しかし、誰かが、留守城の番をしなければならんのだ。誰がするか。私は、お受け申しましょう。静かに答えるものがあった。みんな、あっといった感じで、声の主を見合った。それは四家郎の一人、千坂、津島、清種であった。すると、デツザの人々は等しく、 ああ、ちさかのか。という表情をし、互いに目と目でうなずき合った。そうか。津島が引き受けるか。では、これで留守は決まった。テルトラは、そう言って座を立った。人々は自分が留守役になることは、頭から嫌った。それにもかかわらず、 ちさか津島が自らそれを買って出たことで明らかに一種の警部を感じた。しかしそれは津島が合戦に出ることを嫌った臆病者という意味ではない。当時の武士たちは合戦に参加することを稼ぐと言ったくらいで臆病ゆえに戦場を嫌うなどということはあり得ることではなかった。では なぜ人々が千坂津島に警部を感じたかというといやここではそれを説明するいとまはない春日山城の軍議が終わって千坂津島が己の屋敷へ帰ったところへ話を続けるとしよう清種が屋敷へ帰ると間もなく長男道種が ひどく興奮した顔つきで入ってきた彼は生来の病身で年は23歳色白の小柄な体つきはいかにもひ弱そうに見えるがビュと口元には不屈な性格が現れている静かに座った道實はその鋭い目を上げてきっと父を見上げた父上 この度、四度目のご出馬に、留守白番をお願いなされたと申すのは、事実でございますかそれがどうかしたか父上自ら、留守白番をお望みなされたのかどうかを伺いたいのです。親方寄りのお申し付けでございますかそれとも、ご自身お望みなされたのでございますか清種は黙って、我が子の目を見ていた。 道種もまた父の目を刺すように見つめていた父と子はその一瞬まるで旧敵のように互いをねめあったのであるしかしやがて清種が静かに答えたお留守役は俺が自ら親方へ願ってお受けしたのだお前それが不服だというのか に、父上。道種は、さっと色を変えながら。こなた様は、世間でこのちさか家を、なんと評判しているか、ご存知でございますかでいたらどうするちさかは弁公武士だ。戦場へは出ずに、留守城で稼ぐ。そう申しているの、ご存知ですかそれをご存知の上で、 この度も留守役をお望み出されたのでございますかちさか対馬が信濃出陣に友をしたのは第1回の時だったそれも川中島へでは出たもののしんがりにあって主に市長の裁量にあたっていた戦場の孔明手柄というものが人間の価値を決める時代にあって 市長の裁量などという役が軽く見られるのは当然である。ことに、小坂か島は平常から経済的手腕に抜き出ていたし、私生活はほとんど隣食に近く。冷えを常食として焼き味噌と香のもの以外には口にしないという徹底したものであった。だから市長の裁量をしたときには、 ちさか殿はそろばんで稼いだと言われたし、二回、三回と続けて留守白板を務めた時には、かぶと首の二つや三つより、ちさか殿は留守役で二千石稼ぐという評判が立ったくらいであった。世間の噂くらいは俺の耳へも入る。俗に人の口には戸が立てられぬという通り。 誰しも陰では、九号将軍の悪口も思うすものだ。言いたいものには言わせておくがよい。言葉を一万積み重ねても、ハエ一匹殺すことはできぬものだ。よくわかりました。しかし、ハエ一匹殺すことのできぬ言葉が、ある時は人をも殺す力を持っていることに。 お気づきください。父上はそれでご満足かもしれませんが、私は嫌でございます。道種は、ご出馬のお供をつかまつります。ならん。父上のお許しは待ちません。私は、信濃へ参ります。ならん。お前は父と残るのだ。いえ、たとえご感動を受けましょうとも、この度こそは、 出陣をいたします。ごめん。言い捨てて、立とうとする道種の袴の裾清種は足を上げて旗と踏み止めた。許さんぞ、た種。お前はさっ家の長子ら。地の俺が許さぬと申したら、動くことならん。俺ならでは、留守の固めができぬからお受けしたまで、戦場五馬前で働くのも、 留守城を守って固く守るのも武士の方向に二つはない。うろたえるな。道種は身を震わせながらいすくんでいたが、やがて正然と立って自分の部屋へ去った。それとほとんど入れ違いに五人の客が訪ねてきた。親族の中に口利き役が揃って、要件はやはり留守役のことだった。 彼らもまた口を揃えて清種の火をなじった。親族一党の面目に関わるとまで言い立てた。道種は客間から聞こえてくる呪尻の声に耳を澄ましていたが、やがて裏手へ降りて行くと、馬を引き出して屋敷を出て行った。もう出陣の支度を始めたと見え、 活気のあるざわめきが、つじつじにみなぎっている。彼は追われるような気持ちで、その町並みを飼っていたが、石川ビンゴの屋敷へ来ると、馬を降りた。そこでも、小物や菓子たちが、うおうさおをしていた。武具の庭、や、両松の山が、そこここに積み上げてあり、たそがれの濃くなりつつある庭には赤赤と、 かがり火が燃え上がっていた。おお、ちさかの若か。よう見えたな。ビンゴためもとは、白いものの見え始めたひげを食いそらしながら、すでに鎧下をつけて、大股に客間へ入ってきた。この通り、取り散らしてある。何か、急なようでもあって見えたか。ぶしつけなお願いに上がりました。 分かった。死なのへ連れて行けというのだな。そうであろう。い,いえ、違います。道種は、さっと青い額を上げていった。かねて、親どもとの間にお約束つかまつりました。菊江殿と私との縁談。一応、早くにしていただきたいと存じまして。玉元の目が、 ギロリと光った。それはなぜだどういう司祭で、早くしろというのか、訳を聞こう。主祭は、申し上げられません。ただ、私の考えといたしまして、ぜひとも、菊江殿との縁組を、亡き者にしていただきたいのです。そうか。食べの眉が、 険しく歪んだ言えぬと申すなら聞くまいしかしそれは津島殿も承知の上の話であろうない,いえ私一存でございます一存でございますが妻をめとる者は私その党の私がお断り申しますからには別してうろんはないと存じますよし確かに早く承知した 声荒く言って床板を踏み鳴らすようにっためもとは立った。用事と申すのはそれだけか。はい。出陣の片手に娘への良き置き土産ができた。わしの思ったほどお主は利口ではなかったな。投げつけるような声の下に、三種はただ低く神戸を垂れていた。 ほとんど全軍を引っさげてテルトラが信濃へ進発すると同時に千坂対島の名で「武家にて貯蔵米のあるものは3日以内に1粒も余さず城中くらえ治むべし位牌あるものはきっと申しつくべきこと」というふれがきが回ったそしてその日から 地下けの者が各屋敷をめぐりビシビシと督促して全ての貯蔵米を城へ運び込んでしまった当時遠征の軍を送るのに最も重要なものは領土の確保であった市長は軍と共に進むけれどもそれで戦の全部が賄えるわけではない武具兵糧医薬の類いは 絶えず後から補給しなければならぬことに前にも記した通り武田家との戦はすでに連続4回にも及び領内の民たちはかなり疲弊していたから留守城の武家にある貯蔵米を召し上げるのは不思議ではなかったしかし一粒も余さずというのは過酷だった 人々は何よりも先にそろそろちさか殿が稼ぎ出したぞという疑惑を抱いたこうして貯蔵米をすっかりお蔵へ納めた上今度は各家の家族を調べ平時のおよそ半量ほどの米を一日分ずつ毎日に割って配分することになったそれも 野菜を混じてかゆ増水として食すべきことという厳しい注意付きであった女や子供は城中へ上がり矢丈作りや武具の手入れを命ぜられたこれまでかつてそんな例はなかったのであるそして留守代番として残された500人の兵は毎日半数ずつ交代で 川の岸に沿った荒地の開墾に繰り出された不平はそこから起こった我らは留守城を守るために残されたのだ百姓をせよとは申しつかっておらんぞ第一この合戦のさなかに荒地を起こしてどうしようというのだここへ稲でも植えて今年の秋の兵糧にでもするつもりか 殿の戦後も度が過ぎるぞ一度不平が口にされるとにわかに次から次へと広まりだした対馬清種はしかしびくともしなかったそんな悪評はかねて帰したことだと言わんばかりに触れ出した樹木はピシピシ刊行させたとえ女子どもでも容赦がなかった 道種は自分から五百人の兵たちの中に混じっていた彼は父に対する悪評の真っただ中にいて兵たちと共に桑を振るい黙々と荒れ地の開墾をやっていたみんなはわざと道種に聞かせるようにしきりに千坂津島の戦王を鳴らし訃法を数え立てたなんと言われても ねはハンクの弁解もしなかったまるで父に代わって世間の虫に打たれているような感じだった家へ帰っても彼は父とは口をきかなかった清胤も我が子を避ける様子だった時たま目が合うと道ねは父に向かっていとおすような視線を向けた 彼の胸にはあの日父の言った言葉がまざまざと残っていた戦場御馬前の働きも留守城を守るのも武士の方向に2つはない父ははっきりとそう言った俺ならでは留守城の片目がならぬからお受け申したのだそうもったあの言葉が 道種をここへ引き止めたのである五人の親族に免疫されながら自ら留守役を買って平然と動かなかった態度が戦場へ抜けて出ようとする道種の足を止めたのだしかし父の仕方は予想以上に戦後だった貯蔵米を根こそぎ取り上げ女子供を城中にとどめて 屋竹を作らせ武具の手入れをさせるまた五百人の城兵に八代下半の荒れ地を起こさせるなどすべて城代の意向を不必要に乱用すると言われても仕方のないことばかりだったあの時の言葉はやはり父の屈折の弁に過ぎなかったか留守城で稼ぐと言われるのが本当だったのか 道種は父の言葉に惹かれて戦場へ抜けて出なかったことを後悔したそして自分はできるだけのことをして父の償いをしようと心を決めていた八月中旬のある日城へ上がった道種は二の車で思いがけぬ人に呼び止められたちさかさま もし、ちさかさま小走りに寄ってくる人の声に振り返ってみると、石川ビンゴの娘、菊江だった。菊江は、色白のふっくらした体つきで、いつも目元に、温かい微笑みをたたえている娘だった。二年前から、縁組の約束があったのを、父の悪評に耐えかねて、道種は自分から早くした。 父に対する反抗の気持ちもあったがもっと強くその悪評の中へ菊江を引き入れるに忍びなくなったからであるそれ以来会うのは今日が初めてだったかような場所でお呼び取り申しましてまことにぶしつけではございますが。 娘は目元を赤くしながら眩しそうに道種を仰ぎ見ていった。ぜひ、あなた様のお口添えをお願い申したいことがございまして。何事でしょうか道種は罰を受けるもののように目を伏せ神戸を垂れた。娘の温かい目元には男の心を よく理解した優しい哀れみの色がにじんでいた。ご承知のように、私ども、女子や子供たちの多くは、お触れによってずっと城中に上がり、矢竹作りや物の具のお手入れをいたしておりますが、いまだに一度も屋敷へ下げていただけるものが多うございます。さぞ、ご不自由なことでしょう。 今、河川のりからゆえ、藤自は、どのようにもしのびますけれど。ものの具の手入れは終わりましたし、矢竹作りは、屋敷にいても、できますことゆえ、後ろから、下げていただけますよお願い申したいと存じます。それなら、私がお伝え申すより、かかりえじかに、お申し入れなさるがよいと思いますが。それはあの、もう、再三。 お願い申したのですけれど、ご城代様からどうしてもお許しが出ませんので。道種ははっと息を飲んだ。ここでもまた父が。そう思うと恥ずかしさで身がすくむような気持ちだった。そうですか。では、私からすぐに話してみましょう。ご迷惑なお願いで。 申し訳ございません。もっと何か言いたげな娘の目から逃げるようにして道種は館へ上がったしばらく待たされてから父の前へ通された彼はすぐに菊江の頼みを伝えた清種は不機嫌に眉をひそめたまま黙って聞いていたが道種の言葉が終わるとげんかに。 ならん。と言った。なぜいけないのですか。矢丈作りだけなら、屋敷へ下がってもできると思いますが。どうあろうと、その方などの差し出るところではない。さようなことを取り次ぐなどは、筋違いだ。下がれ。父上。お言葉ではございますが、今日は挨拶か、石種にも申し上げたいことがございます。 父上が、城代の御意向を振るって、ことを先団に遊ばすことが、お留守城の人々を、どのように苦しめているか、お考えになったことがございますか父上はかつて、留守城の片目は、俺ならではと、仰せられました。戦場も留守も、方向に二つはないと、仰せられました。あの時のお言葉は、この道種を言い狂める。 時の方便に過ぎなかったのでございますか言いたいだけのことを申せ、聞具だけは聞いてやる。もっと申してみもう一言だけ申し上げます。道種は信濃へ参ります。せめて、殿の御場前にムクロをさらし、千坂の仮名の償いをいたします。もはや、お目通りはつかまつりません。 死にたいとき死ねるものは幸せだ。好きにしろ。道種は、席を蹴って立った。屋敷へ帰った彼は、小物の藤七郎を呼んで、信濃への友を命じ、すぐに出陣の支度を整えた。生きて帰るつもりはない。道はただ一つ。潔く、 戦場で死ぬだけである。祖先の墓に別れの申出をした彼は、檻から降り出した小雨をついて、昼下がりの道を信濃へ向かって出立した。雨は強くなるばかりだったが、少しでも道を進めたいと思って、馬を急がせた。橋田の里へかかる頃には、とっぷりと遅れかかった。 すると、その部落を通り抜けようとした時である。わっという人々のわめき声が起こって、道の真ん中へバラバラと人が駆け出してきた。見ると、七八人の農夫たちが手に手に獲物を持って、一人の旅商人風の男を追い詰めているところだった。道種は素早く馬を乗りつけ、これ、 待て、何をすると、静止しながら飛び降りた。農夫たちは一斉に振り返ったが、春日山城の者と見たのであろう。中でも、年笠の一人が進み出て、これは良いところへおいでくださいました。今ここへ怪しい奴を追い出したところでございます。怪しい奴、その男か。はい、朝売りや金土だと申して、 数日前からこの街道をうろうろしておりましたが、春日山のお城の模様などを訪ね回るのがてっきり長者とにらみましたので。いや、いや、ち、違います。旅の男は懸命に叫んだ。私は大見の朝降りで、この土地へ参ったのは初めてですが、オグりエはちょくちょく商売に来ています。決して長者などという、 怪しいいものではございません。よしよし騒ぐには及ばぬ道種はじっと男の様子を見やりながら長者であるかないかは調べてみれば分かることだ前へ出ろ5決して決して怪しいものではございませんどうか お許しを願います。怪しいとは申せぬ。調べるだけだから、前へ出ろというのだ。ほい、ほい、私はこの通り。と言って、前へ出ると見た刹那。男の右手に、ぎらりと刃が光り、体ごと、だっと見したねえ突っかけてきた。みんな思わず、あっと言った。まさに、共通一刀である。しかし、 極めてわずかなところで刃はかわされたそして道種が右へ開きながら抜き打ちに浴びせた一刀は逆に男の背筋をしたたかに切り離し返す立ちで太ももをないでいた男は悲鳴を上げながら転倒したそして地上に倒れながら片手を自分の髪の中へ入れ白い紙片のようなものを引き出すと それをずたずたに裂いて捨て、そのままガクッとのめってしまった。道種はとっさに馳せ寄り、男の先捨てた紙切れを拾うと、人々から離れて道端の杉の巨木の陰へ入り、手早く紙切れを継ぎ合わせてみた。品種の手で裂いたのだから、つなぎ合わせるのに暇はかからなかった。 彼は夕闇の中で、紙切れに書いてある文字を走り読みしたが、にわかに顔色を変え、濃く、口の中で、あっと叫んだ。彼は卒然と振り返り、としちろ、その男は、まだ息はあるかいえ、もう絶息しております。しまった。道種は、うめくように言ったが、よし、俺は城へ戻る。 お前は後の始末をしてこい。そう言うと等しく道種は馬へ飛び乗って一山に城下の方へ駆け戻っていった父は屋敷へ下がったところだった道種が庭から広縁へ回ると清種はちょうど今へ入ろうとしていた 彼はつかつかと近寄って声を潜めながら「一大事でございます」と言った清兼はぎらりと目を振り向けたが我が子の差し出す紙幣を見ると黙って受け取って部屋へ入った灯火の下に置かれた紙幣には左のような文言がしたためてあった「かねて申し合わせしごとく」 大殿旗揚げの儀は固く心得申し騒動援軍並びに武具の類当月下旬までに送り届け申すべく騒動その他密系の成就創いあるまじく年頃に存じ騒動小田原「大越殿」とは上杉テルトラの儀系にあたる長尾義景のことで 現在王子の城主として上杉家一方の勢力を握っている小田原というのは北条氏真に違いないすなわち文面は北条氏と長尾義景との間に交わされた密書で義景の謀反を北条氏が助ける意味のものである父上その密書いかがお示しますか 道種は、橋田での出来事を手短に語りながら、父の迷路をじっと見つめた。清種は黙って、その紙片に食の火を移すと、燃え上がる火を見ながら静かに言った。この書面、その方の他に見たものがあるか読んだのは、私だけでございます。そうか。清種は、 深くうなずき、やがて静かな低い調子でいった。大橋殿と小田原とのミッションが、わしの手に入ったのは、これで三度目だ。三度目と仰せられますか小田原北条の士官の巧みかそれとも、誠に大橋殿にゴム本の企てがあるかとのこの度の、 ご室は直前よりしばしばかような密書が手に入る。もし北条の士官の技とすれば、上杉一族離反の巧みに関わるもとい、また大石殿の謀反とすれば、とのお留守の間が大切。いずれにしても世間に知れてはならぬゆえ、今日までわし一人の胸に畳たたんでできるだけのことをしてきた。 父へ八代川の荒れ地を起こす必要はなかったただ小越殿の不意打ちがある万一の場合の備えだった貯蔵米を召し上げたのも女子供も城中にとどめてあるのも皆その万一の場合の備えだったのだ清種は低く息を引きながら言った その死災を話せば、誰も不平を言うものはなかったであろう。しかし、この理由を言えば、ご一族の間が離反する、家臣の心が動揺する。人心を動揺させず、なお万一に備えるために、常々不評なわしが留守を受けし、戦後の名に隠れて、大事を守らねばならなかったのだ。 父上申し訳ございません道種は崩れるように庭へ座り咳きあげる涙とともに言った道種は愚者でございましたお許しください父上どうぞお許しくださいまし清種はじっと我が子のせきあげる声を聞いていた 長いこと愛離れていた父と子の心が、今こそ神人への阻むものもなく、ぴったりと互いに触れ合うのを感じた。わかればよい。それでよいのだ。明日にでも石川へ参って、縁談早くを取り消して参るか。はい。今更、お詫びの申しようがございません。 わびるには及ばぬ。これからもまだまだ、父の悪評を忍ばなければならんのだ。殿のご外人まではな。もはや、いかなる悪評を恐れようぞ。道種の前には、光に満ちた道が開けた。たとえ世人から、ばり残暴を浴びようとも、ちさか親子の真心は、 弓や神こそ見備わすであろう。父上、三種は明日、石川殿へ参ります。彼はそう言って、高く額を上げ、力強く立ち上がった。